ジャン・マイケル・ヴィンセントはアメリカ合衆国の俳優。マイケル・ヴィンセントやマイク・ヴィンセントの芸名で活動していた時期もある。コロラド州デンバー出身。父はアメリカ陸軍のパイロットで10代の時に家族でカリフォルニア州ハンフォードへ移った。1967年頃から早くで俳優としての活動を始める。テキサスの7人で映画デビュー。 1978年のサーフィン映画ビッグウェンズレーに主人公のマット役で出演。この作品は多くの観客に鮮烈な印象を残しスターの仲間入りを果たす。アメリカの CBS が1984年から放送を開始したテレビドラマシリーズエアーウルフに主人公のストリングフェローホークとして出演。同シリーズは1987年まで続く。 人気シリーズとなり、世界各国でも放送され、多くのファンを獲得した。ヴィンセントのエアーウルフの1話分の出演料は20万ドルとも、いわれ、当時のアメリカテレビドラマ界で最高金額であったという。一方、この頃からアルコール依存症とドラッグの問題を抱えるようになり、人気とは裏腹に、エアーウルフの後は低予算の映画に細々と出演していたが、 1996年の自動車事故によって、頸椎と生体に損傷を負い、役者として致命的なかすれ声になった。1998年のバッファロー66で注目を浴びたが、再び評舞台に立つことはなく、2002年3月公開のインディーズ映画、ホワイトボーイを最後に事実上、引退した。2012年には、末梢動脈疾患が原因による、 右足の感染症で切断を余儀なくされたが感染が収まらず、1ヶ月後さらに切断手術を受けた。その後は義足を着用しながらの歩行もできたが、時には車椅子の使用を強いられることもあった。またヴィンセントは、現役時代からの薬物やアルコールの中毒問題を認め、当時でもアルコール依存症であったことも認めている。 2019年2月10日に心不全により74歳で死去していたことが分かった。ありがとうございます。